ある村に広い田んぼを持った旦那の家があって、その家に長いこと飼われているおたまという猫がおったそうな。おたまは若い頃はよくネズミを捕ったが、年を取るに従ってだんだん面倒になり、この頃ではもう日がな一日どでーと寝てばかりおった。忙しい季節になった。旦那の家では毎年村中の人たちに応援を頼んで、3日間で田植えを終えるのが習わしだった。その3日間の忙しいこと、これだけの田んぼじゃ早よせんと3日じゃ終わらんぞ。それに旦那の家の中も忙しかった。手伝い衆のご馳走作りや何やで田んぼに負けないぐらい忙しかった。旦那は手伝い衆の一日の労をねぎらってごちそうを振る舞った。今日はご苦労じゃった。ささ飲んで。田植えの進み具合はどんな具合か。なんとかあと2日で終わらせようと思っておりますが、もしかすると隣村から人手をかけませんと間に合わねえかも。なるべく村の衆だけで済むと具合がいいんじゃがの。次の日朝早くから村の衆は田んぼへ出かけた。しかしどういうわけか田植えはなかなかはかどらなかった。忙しい忙しい。なんだ、この手も借りたい忙しい時にゴロ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 寝てばっかりおってこの役立たずが。毎日毎日そうやって寝ていられるお前はなんとも幸せな身分じゃ。ようやく半分ほど進んだ頃、田植えは3日目を迎えた。今日が最後じゃ、皆の衆、頼むぞ。さあ、急いだ急いだ、はい。今年は間に合わんぞこりゃ。んだな。Thank you.
この娘じゃ。見たことねえ。田んぼに見知らぬ3人の娘がやってきたかと思うと、笛と太鼓に合わせてあっという間に田んぼ一枚田植えを終えてしもうた。そうして村人たちも娘たちに合わせて踊りながら田植えを始めた。これはもう楽しいもんで、娘たちの手前を特に若者たちは張り切った。そうして田植えはその夜一晩中続けられた。こうしてみんな頑張ったので仕事はどんどんはかどり、とうとう明け方までには田植えが終わってしもうた。これもあの三人娘のおかげじゃ。ところであの娘子たちどこ行ったかの。それが旦那さん、わしらが後片付けしている隙に姿を消してしもうて、どこにもおらんのです。そりゃ残念じゃ、お礼をせねばならんかったのにな。三人の娘さんがね、お酒が空じゃ。なんじゃたま、またこんなところで寝とるんか。みんなあんなに頑張って、あれ、なんじゃ、今日は仲間の猫まで連れてきてぐーたらぐーたら寝とるんか。おりゃ、なんじゃこの足跡は。こりゃ田んぼの泥じゃ。3匹猫が3匹娘が3人。猫が3匹、娘が3人。たま、お前まさか。猫の手も借りたいというぐらいじゃから。いつもぐーたらぐーたら居眠りばっかりしとって、ネズミも取らんようになったたまが仲間の猫を連れてきて娘っ子に化けて田植えの手伝いをしたんじゃろうな。なんとも不思議な話じゃが、猫の手も借りたいというぐらいじゃからな。